皆さんこんばんは、スルメです。はい、ということで今回もね、あつ森やっていきたいと思います。はい、すっかり春になりまして、桜がめちゃめちゃ咲いております。はい、私は季節の変わり目にはいつも動画を出してるんですけども、桜が咲いて4日も経っているのに実は動画を全く出していなかったんですよ。そう、前回とね、服も全く同じなんでございます。はい、ということで、なんで私がね、最近動画を出していなかったのかと言いますと、私、なんと夏季に当たりました。まあね、あつ森の世界ではこの時期はね、夏季は取れないので、この夏季は私のへそくりなんですけれども、まあ、こちらの夏季にね、当たりました、イエーイってね、まあ、懸賞にね、当たったとか、そういう全然ね、嬉しいことではなくてですね、まあ要するにトイレとお友達になってたってことですね。まあ、今回夏季に当たった話なんですけども、はい、前回ね、チャンネル登録者さんが3万人突破したということで、ちょっと自分へのご褒美にね、お寿司屋さんに行ったんですよ。はい、でね、マグロとかウニとかエビとかね、お寿司を食べてね、めちゃめちゃ美味しいなと思ってたんですけれども、パッとね、メニューを見たらね、生牡蠣がね、あったんですよ。私ね、海鮮系の中でマジで一番牡蠣が好きなんですよ。もう蒸しも焼きも生もね、全部大好きで、もう牡蠣っていうのが目に入ったらもう絶対頼んじゃうんですよね、私。生牡蠣くださいとね、もうウキウキで頼んだわけです。まあ、この選択がね、後に地獄の入り口になるということはまだこの時のスルメは知らないんですけども、はい、そして念願の生牡蠣登場。はい、まあ、牡蠣ってね、結構癖が強いので苦手な方もね、いると思うし、蒸し牡蠣、焼き牡蠣とね、生牡蠣って全然本当に食感が違うので、蒸しと焼きはいいけど生牡蠣はちょっとって方もね、結構いるかと思うんですけれども、私は生牡蠣もすごく大好きで、もうこの独特のね、なんかクリーミーさとか、このチュルンっていう感じがすごいたまらなくて、めちゃめちゃ美味しくて幸せっていうね、感じでございました。でね、ごちそうさまっていう感じでね、もう大満足でお家に帰ったわけでございます。はい、事件は2日後に起こりました。突然めちゃめちゃお腹が痛くなって、トイレへね、駆け込んだんですけれども、もうね、1回では全く収まらなくて、もうかなり長い戦いが続いたんですよね。ちょっとね、これはおかしいなと思ったんですけど、これだけじゃなくて、もう激烈な吐き気に襲われまして、めちゃめちゃ嘔吐しました。もうお昼に食べたものから、多分体の中に入っていたであろうものが全部ね、本当に出ましたね。もう吐いた後もすごい苦しくて、もう寝ても座っても、なんかどんな体勢でいても本当に苦しくて気持ち悪いっていう状態が本当に続いて、本当なんでだろうなと思って、もうお昼に辛味噌ラーメンは食べたんですけど、それでここまではならないよなと思って、なんでこんなに苦しいんだろうって思ってたら、生牡蠣だとなりまして、もう慌ててネットで調べたら、まあもう症状が全くそれだったんですよ。で、しかもその牡蠣を食べてから24時間から48時間後に発症するということで、もうちょうどドンピシャ、こりゃ牡蠣だってなったわけで、私牡蠣でね、当たったことが今まで一回もなかったんですよね。もう私は牡蠣を愛してるから、私は牡蠣には当たらないっていうね、変な自信があったんですけれども、もうそれをね、今回裏切られてしまいました。はい、ということでですね、ただスルメが生牡蠣を美味しく食べてお腹を壊したってだけのお話なんですけども、結構しんどくて、もうずっと吐き気でね、物も食べれないみたいな状態で一日中もだえ苦しんでいたんですけれども、まあ牡蠣が当たるとこんなに辛いんだなっていう経験になりましたね。はい、もうね、全部体中のその悪いものを全部出し切りまして、吐き切った後もね、体が絶食状態だったので、ちょっとずつ水分とかおかゆとかでちょっとずつ食べて慣らしていって、今はもう完全に元気でございます。治ってからもね、一応いっぱい寝て安静にしていたので、もう本当に完璧に健康な状態なので、全く心配はしなくて大丈夫です。私はですね、牡蠣も大好きなので、もうこの一件でね、牡蠣を嫌いになるっていうことは意外とね、なかったんですよね。恋って盲目。めちゃめちゃ美味しかったのでね、ちょっと痛い目にあってもね、やっぱり好きなものは好きですよね。やっぱね、ちょっとまあ生牡蠣ってちょっとね、運みたいなところもあるとは思うので、まあしょうがなかったのかなとは思います。まあただでもね、まあ蒸し牡蠣、焼き牡蠣は今後もバリバリ食べるんですけれども、まあ生牡蠣はちょっとしばらくは確かに遠慮するかもしれないですね。まあでも多分いずれまた食べるんじゃないかなと思います。
はい、ということで私はね、動画は基本マイペース投稿なので、気になってなかった方の方が多かったかもしれないんですけど、まあ、タイミング的にせっかく3万人だって喜んでたのに、その後きっかり4日間ね更新がなかったということで、ん?って思ってた方もいるかなと思ったので、実はこんなことがありましたというねご報告でした。ちょっとご報告動画がね2回続いちゃったんですけども、明日からは普通に動画投稿していきたいなと思っております。はい、こんな感じでゆるっとやっております。もしねよろしければ、まだお済みでない方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。普段はですね、自分で作ったマイデザインで遊んでみたりとか、検証動画、住民へのモニタリングなどいろいろやってますので、ぜひ他の動画を見ていただけたらすごく嬉しいです。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。